せっかく来ましたからね、バスターミナルご覧ください。東大阪行くバスターミナルです。名鉄バスの販売所ですね。庁舎ただいまの時刻22時15分です。まだ最終まで1時間30分ね、1時間20分ですね。高台に絶対に入らない。バックで入ってきますね、これはね、バス。前方でしょうか。バックで入ってきますね。あれ、大きな字書いてあります。こちらへ。岡崎女子大学駅。私歩きましたね、ここからね、ここから歩きました。豚骨ラーメンありましたが、豚骨ちょっと苦手なんでね。歩きました。岡崎にやはり人多いですね。多くてもなかな、まあ少ないですけどね。まあまあね、私にすればね、多いですね。こんなくだらない動画ですけどね、お楽しみにされている方もいらっしゃいます。じゃあ駅改札向かいます。エレベーターまでね、到着、その辺まで到着、そうしました。こちら東岡崎ですわ。トレインリーでいいんだよね。これ出しますとね、温度22、30度。
ハンバーグでございますね。ハンバーグ弁当です。まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋方面の新特別車の特急伊豆行きです。新安城伊豆神宮前トレインなんだね。名古屋高野宮浮戸宮新木曽川笠松に止まります。特別車は1号車2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入チケットが必要です。電車が入ってますから風吹きます。スペシャルシート、ありがとうございました。東大阪駅です。足元がそんなにね広くありませんからね。私とね、顔がうまくない。開けませんよね。食べるものに食べる。そんなに寒くね、電車が来ますから。鏡は持って帰りますけど、そうそうそう、うまくつくね。でかいですよね、これね。買いますよね。
いろいろね、コンビニもあるんですよね。スーパーにないもんね。ミニストップもそうだ。トレンジーだね。仕込んでありますからね。22時43分。シャンピーヤンソース。マイクのスティカーズね、入れ替えました。早朝の6時だったでしょうか。中部国際空港に来まして、ね、2日ね乗車するならその線が得ですよね。2日ね半分豊橋と半分ね岐阜で乗りますね。意外とね、早く着きますよ。駅南はね、普通ですね、時間かかるんですよ。ゲスト旅行ならね、特にホテルに入られてますね。滞在からね、10日経過しましたから。まあね、聞きたい方は来ればいいんじゃないですか。歩きましたよね。もう電車の数ね、少ないです。まあね、22時50分の電車来ました。名古屋とまでね、途中までね、早めに余裕を持たしますけど、
ラーメンも食いますね。一本電車。電車があります。まもなく2番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。名古屋方面の急行一宮行きです。新安城、知立、善後、鳴海、堀田、神宮前、花山、名古屋の順に止まります。この電車は名古屋へ先に到着いたします。電車入るとね、風が冷たいです。ありがとうございました。東岡崎です。お忘れ物をなさいませんようにお降りください。2番線から電車が発車します。ご注意ください。じゃあね、食べますね。最終までにね、乗車しないと帰れませんのでね。こちらね、東岡崎駅から